どうもこんばんは。海の遊び場です。えー、久しぶりに動画を撮っている気がしますが、えー、結論から言うと、2024年4月9日、今日ですね。えー、今日をもって、海の遊び場、サービス終了します。差しうですね。差しうします、海の遊び場は。僕が、えっ、ー、と、大学入学してすぐですかね。大学入学してすぐに、 まあ、YouTube の投稿活動を始めたんですけどそこから数えると約 8?8 年かもう8年やってんのこれありがとうございます <laughs> 8年が経ったということで長らくご愛好いただきましてありがとうございましたっていう感じなんですけどまあ今日ね、あのー、4月9日僕の誕生日なんですよね、はい、誕生日の日に幕を下ろすのが一番いいのかなと思って 当時歳歳だっった僕も今28歳になっちゃいましたはいまあ、ここ最近はね全然活動できてなかったんですが、まあ、大学生の時からねいろいろやってきました YouTube 初めてはいいものの収益化いくまでがマジでムズいみたいなことを言われていますが世間では、まあ、そこは幸運にもねあの替え歌の力で <laughs> バズらせて あの収益化は行ってすごく見てもらうこともあったりとかしてまあまあまあ良き経験だったかなと思います、まあメインはねゲーム実況者をしていたんですがなかなかそっちではね花開くことは難かったですねなんか配信を伸ばすまあ僕あのゲーム配信すごくするんですけどそのゲーム配信を伸ばすっていうのはすごく難しくって。 なんかそこをまあ試行錯誤やってみたりとかしてたんですけど、まあ、ちょっと最後までね、そこに関してはあんま結果出なかったかなと、まあ、成果もあり、えー、苦悩もあって、みたいな8年間でしたが、海の遊び場は今日をもってサービス終了いたします。皆さんこれまでね、あの応援していただいてありがとうございます。本当に。えで、えー、まあこれからする話は未来の話なんですが、まあ、あの海の遊び場はサービス終了するんですが、簡単に言うと、あの名前変えます。 <laughs> 名前を変えて、えー、再スタートしていこうということで、はいあのー、YouTube 引退すると思いましたあの8年間やって、えー、引退するわけないですよね、はい、でこの23年はちょっとね別の活動をしてました、まあ、23年っていうかいろいろ試行錯誤しててんなほんまになんかまあツイッチやってみたりとか,なんかそのオープンレックやってみたりとかいろんなこう 配信媒体を変えたりとかしてみてでまあそれで一発当たったらなみたいな感じでやってたんですが <coughs> 去年の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 やな去年の11月末かなまあ12月ですね去年のまあほぼ12月ぐらいから実は TikTok を別の名前でやってましてでそっちがねあの先週ぐらい4月の頭ぐらいにフォロワー数が1万人いったんですね でまあ、何をしてるのかというと、まあ、僕はあのーまあ、海の遊び場っていう名前では顔出ししてないので、お察ししてる方はいるんじゃないかなと思いますが、自分の容姿にすごくコンプレックスがありまして、まあ、端的に言うと太ってるってことですね。で、まあ、27年間、言うたらぽ、まあ、っちゃりと言われ続けながら生きてきたわけですが、まあ、その自分をこうちょっと27年目にして、人生27年目、あ、でも今日から28年目か、今日から28年目なんですけど、 28年目にして、自分をちょっと磨いてやろうという気持ちになりまして、というのも、あの健康がね、はいあの、健康がやばい。健康状態がやばい。はいえー、去年の健康診断の時に、まああの、お医者さんにですね、あまりにも太りすぎてていて、えー、死ぬと言われました。このまま行くと。死ぬらしいです。僕、このまま行ったら。で えっと、脂肪肝っていうね内臓脂肪エグすぎて肝臓に脂肪がくっついちゃってるっていうね状態になってたりとかあとし心臓肥大心臓がでかくなることによってこう血液を送り出すポンプの圧が強くなってでそれによって血管がめっちゃ太くなって動脈硬化やったり心筋梗塞やったりっていうリスクがね高まるっていうのがあるらしくってでお医者さんに直接言われましたあのこのままやと死にますと。<laughs> このままやと死にますって言われてで、まあ、死にたくないじゃないですか普通になんでまあ,あの痩せようっていう決心をしてで TikTok の方でこう毎日ね写真を投稿しながらダイエットをしていくっていうねチャンネルをチャンネルというかまあ,あのアカウントを運営しておりますで、まあ、そちらの方がですね、えー、今130日ぐらい まあ、ダイエットをしてるんですが、なんでまあ4ヶ月ちょっとかな、4ヶ月ちょっとやってることになるんですけど、あの4ヶ月ちょっとで今もう11キロ落ちてると。<laughs> 結構、結構真面目にやってるっしょ。結構真面目にやってて、4ヶ月で11キロ今落ちてて、で、もともとね、103キロあったんですよ、僕。マックス103キロであったんですが、今そこは92キロになってると。 で目標としてはあと2 0キロとして7 0キロになっていこうっていうところを目指してやってるんですけどまああの TikTok のアカウントのフォロワーも1万人を超えたということでそろそろ YouTube もやっていこうかなっていうふうに思っててこの海の遊び場っていう名前をその TikTok のアカウントの方の名前に変えて、まあ、再始動させていこうじゃないかと思いますで、まあ、そのアカウントを始動させていくにあたって、えー、これまで投稿した動画 あのー、っていうのは一部消します一部、まあ。というのも、あのーまあ、僕もね若かりし日があっていろいろとこう過激な発言をしてみたりとか、まあ、結局それは注目を浴びませんでしたけど、えー、したりとかして、えー、当時は当時はそれでよかったけど今の目線で言うとアウトじゃないっていう発言があったりとかしたものもあるので、まあ、一部消します。ただあののー、メインの メインのってもう自分で言っちゃったけどあの伸びてる動画、まあ、替え歌であったりとか歌ってみたであったりとかっていう動画に関してはまあそのままにしておきますとまあその他にもあの決して欲しくない動画みたいなのが、まあ、皆さんの中であるんでしたらぜひ、あのー、ともねツイッターとかのダイレクトメッセージとかでこの動画は消さないでください僕のお気に入りの動画なんですっていうものがあれば教えてくださいまあそれはなるべく消さない方向で 行こうと思いますまあでも替え歌さえ残しときゃいいでしょ僕のチャンネルは。なんでそういう感じでやっていきます。ああでちなみにその海の遊び場っていう名前からあの,なのなどういう名前になるんだっていうところなんですけどあの TikTok のアカウントの名前が今ちい牛 103kg って名前になってるんですね。ちい牛 103kg。これは僕のマックス体重とあとまああのオタクの 継承であるチーズ牛丼を食べてそうなあのねあのネットミームあるじゃないですかネットミームのあのチー牛から取って、えー、チー牛 103kg という名前で活動していきますんでこれからはあのー、これからはね海さんじゃなくて、まあ、チーさんと、はい、呼んでください <laughs> っていう感じですねあちなみに、えー、103kg あった時の顔はこんな感じで今こんな感じです 結構ね、あの11キロとはいえ、まあ痩せて、で、僕はあの食事の管理を中心にダイエットしつつ、まあ、運動もしっかり取り入れてるんですよね。なんで、体重は落ちて筋肉もついてっていうところで、かなりね、見た目としては変わってきました。はい。もうさらっとね、この海の遊び場としての最後の動画で僕の顔を公開していくわけですけど、はい。<laughs> まあ、今後はそういう感じでね、あの顔出ししつつやっていきますと。で、活動内容に関しては、 まあ基本的に YouTube の方では、まあ、の歌と、まあ、ダイエットのことについてやっていこうかダイエットのこととか、まあ、あの僕の趣味的なこと、まあ、ダイエットと歌が多分メインになるかなで投稿頻度もまあ言うて多分歌の動画ってミックスの依頼とかをかけて結局23週間経っちゃうっていうことがあるんで多分ダイエットの投稿とかがメインになってくると思いますじゃあお前今までゲームしてきたのにゲームやんねえのかっていうことになってくるんですけどゲームやります ゲームどこでやるかっていうと、ツイッチでやります、ツイッチ。ツイッチでゲーム配信をするっていう形でやろうと思います。あのそっちの名前も変えます。海のついばじゃなくて、地球 103kg の名前に変えて、ツイッチでゲーム配信するんであの、そっちの方もよろしくお願いします。っていう感じかな。他なんか伝え忘れたことがあったっけななかったような気がするので。あと、まあ僕、27年間、えー、大阪に住んでいたんですが、おそらく、 えー、半年以内ぐらいに東京に引っ越しします。なんで、東京住みの方がいらっしゃったら、あの東京の案内してください。<laughs> わかんないもん。東京マジでわかんないですね。はい。というような感じです。なんであの、まとめると、海の遊び場としては、まあ、サービス終了しますと。ただ、あのー、今後は、地域を 103kg という名前で、 まあ、ダイエットとか、まあ、どっちかというとダイエットというよりかは、まあ、あれっすね、ダイエットというよりかは、垢抜けっていうところをテーマにやっていこうと思ってますんで、まあか抜けていくあの僕を応援していただけたらなと思います。で、ゲームに関して、まあ、歌に関しても、まあ、歌僕歌うのは好きなんで、歌に関してはこれからもやっていきますということで、やるんですけど、ゲームに関しては、Twitch、えー、の配信がメインになりますと。 いうところが今回報告することの全てかなというような感じになっております。なので皆様このね8年間海の遊び場を応援してくださった皆さん、まあ、ちょっとあんまり恥ずかしくって言葉にするのはちょっとあれなんですが、まあ、感謝してますめちゃくちゃ。 めちゃくちゃ感謝してます。もう本当にね、あの、応援、特に、特に、こう、よく配信とかにも顔を見せてくれたりとか、あとは、動画とかにコメントくれたりとかっていう人は、もう、名前も覚えてます。な、あの、なんなら、ちょっと仲良くなって、本名知ってる人もいます、中にはね。中にはそういう人もいます。なので、うん、すごく感謝してますし、まあ、できれば、これからも応援していただけると、すごく嬉しいと思ってます。やし、まあ、海の遊び場時代を知っている人は、漏れなく子さんです。 なんで、あの、地位牛103キログラムになったとしても、小さん面してください。俺は海の遊び場の時から応援してたんやぞ、つって、小さん面でね、あの後方、待機列、彼氏面しといてください、腕組み。まあ、本当はね、あの海の遊び場っていう名前で、まあ、もっと伸びればよかったかなっていう後悔はあるんですが。 まあ海の遊び場としての活動限界はおそらくこの辺りかなというふうに思ったので今回サービス終了するという運びになりましたがこの8年間、まあ、全てではないですがほとんどが楽しい日々でした結構マジで海の遊び場としての活動はもうほんまに悔いないかななので皆さん海の遊び場を応援してくださって本当にありがとうございましたこの8年間 とても良き日々を過ごしたし、うーん、素晴らしいね、経験ができたっすね。誰しもが経験できるわけじゃないからね、すごくそこは幸せもんやったなと思います、本当に。まあ、これもひとえにね、あのー、僕の才能のおかげかなと思います。<笑><笑>嘘あ嘘です、あの、皆さんのね、応援と、皆さんの応援と、えー、僕の才能のおかげという,うことにしておきましょうかね。はい。<laughs> まあ まあこの動画はね、あの地球 103kg に変更した後も残すつもりなんで、あんまりここで大口、大口というか、調子に乗ったことを言ってしまうと、そっちの活動にも影響出ちゃうと、あれなのでね。はい。てか、皆さん、あれっすよ、マジで。あの、TikTok の方ね、あの、YouTube とね、全然違うから、マジで。その、たお楽しみにしといてほしい。<laughs> ほんまに。あね、 まあまあそのなんていうのかな、まあ、顔出しもしないっていうこともあって、えーねまあ、配信のスタイル僕自身がそんなにゲームが上手じゃないっていうところから、まあ、どうしても泥臭いスタイルになるじゃないですか僕って泥臭くやって、ね、めちゃくちゃ負けるけど、まあ、最後はちょっと勝ってみんなでやったみたいな言うみたいなスタイルでやってたと思うんですけどまあまあね, <laughs>、まあまあ、ねその YouTube を見てくださってる方からはね あのー、まあ、ボケだの、バカだの、あの、ゲームが下手くそだの、まあ、散々こう言われてきましたが、<laughs> あのね、すごいよ、TikTok の方。あの、これを、この動画見た後にね、TikTok の方のコメントとか見に行ってほしい。<laughs> マジでね、あの、すごいとか、かっこいいとか、尊敬してますとか、もうそんなコメントばっか、お前ら見習え、マジで TikTok のコメント。ほんまに、言われたことないわ、この8年間で、そんなこと。<laughs> <laughs> はい <laughs> みたいな感じでやるとすごくねなんか違います新しい風が吹き始めてますなのでまあ新しい風が吹くのもいいですが、まあ、中にはね懐かしい風を感じたい時もありますんであの懐かしい風の扇風機となってください皆さんははい <laughs> という感じでですね、えー、8年間ですかもう本当にねなんかこの動画を撮り終えるのも少し えー、寂しくてちょっと長く撮っちゃってます。今もうねカットしてるって何分になってるか分かんないですけどざっくり23分今喋り続けてるんですねノンストップで。まあねあの動画を撮り終えるのも少し寂しいんですが海の遊び場としてはここまでということで、えー、今日から新しく生まれ変わって地球 103kg になります。 でアイコンもね、今までは漢字で、海っていうね、一文字あの、この海って何なのかっていうなんかの、よく聞かれるんですけど、僕、海の遊び場ってどういう意味なんですかって、どういう由来なんですかって、よく聞かれたんですが、あのこれ、僕のフルネームの中の一文字です。はい、<laughs> 僕の名前の中に、海っていう単語が入ってます。あれ、お前、あれちゃうぞ。あのなん肉好きにの、肉好きに恋で海ちゃうぞあの。体から出る白いやつじゃないぞ。 ちゃんとあのね母なる海の海水の海なんで、はいまあ、それがフルネームの中に入ってましたというのが僕のこの活動の名前の由来でしたちょっとそこら辺もね8年間濁し,濁してきてえー 魚が好きだからとか、えー、釣りが好きだからとか濁してきましたが、まあ、真実はそうですあーもうなんか取り終えたくなくていらん話めっちゃしちゃうなーほんまに <laughs> まあそれだけねこの海の遊び場という名前にすごく思い入れがあったということですまあねあの長々と喋ってもあれなので最後に皆さんに何か一つ伝えておこうかなと思うこととすればもう本当にあのー、この5万とね YouTuber がいる この今の世界の中で僕を見つけてくれて本当にありがとうっていうところですねうん見つけてくれてありがとうほんまに今やもうねプロアーマー問わず5万とクリエイターが YouTube の中にいる中で海の遊び場見つけるってどうどういうことって思うんですよね本当にどうなったら僕のチャンネルまでたどり着けるんっていうねもうそれって本当に奇跡なんですよね一人一人 うん、まあ、臭いこと言うけど、めっちゃね、なんかベタで、臭くて、お前も20代も後半で恥ずかしいこと何言ってんねんって言われるかもしんないですけど、うん、でも本当にそう思います。皆さんと出会えた一つ一つが、すべて奇跡でしたね。なので、まあ、これからも見ててください。はい。まあ、変わらずね、そのまま応援してください。めちゃくちゃ。はい。<laughs> 後ろにめちゃくちゃとつけてしまいました。すいません。めちゃくちゃ応援してください。一人当たり一日、 100回ぐらいい僕の動画見てください <laughs> でももう前々からね僕はあの配信でも皆さんにお伝えしている通りもう絶対にあこいつ応援しててよかったなって思われるような人間になるんでまあそこはね名前が変わってもブレずにやっていこうと思ってるんでこれからも応援よろしくお願いしますとまあするでしょ八8年間ですよ8年間見てきて 8年間見てきた奴らが、今更サジを投げ出して、海の遊び場名前変えるんか、じゃあ、いや、ってなんないでしょ。一生応援してくれ。お願いします。一生応援、してください。という形でですね、この動画が、海の遊び場として、最後の動画になります。この次の動画からは、もう、チー牛 103kg になっちゃうんで、海の遊び場に言いたいことがあるんやったら、 この動画のコメント欄で言ってください。ということで、とりあえずは8年間ありがとうございました。明日からもよろしくお願いします。それでは、よいしょ